平成22年度に岩手県美食の匠に認定されました田中和子さんの技をご紹介します。私は今回の進行役をいたします久慈農業改良普及センターの小原と申します。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは私から田中和子さんをご紹介します。田中さんは平成7年に食生活改善推進員となり、ご自身が学んだ内容などを地区公民館で伝承する中で郷土料理の指導を行うようになりました。そのご経験があることなどから平成22年には岩手県食の匠に認定されました。現在は様々な地区の役職を担いながら、地域のイベントや地区のサロンなどで県内外あるいは海外の方に郷土料理の伝承活動をされています。そんな田中さんから今回は小豆抜刀をご紹介いただきます。田中さん、小豆抜刀について教えてください。はい、昔はこういっぱい小豆とも取れながらね、もう一日に1回は必ず食べる、秋じまいの時は食べる、お客さん呼んだ時は食べる、まあそれでもただ小豆抜刀で作るのはね、長くかかるんですよ、時間が。小豆を毎昼夜ぐらい水に浸して、そして次の日煮る。あと粉の方もね、2、3時間ぐらいはこねて、冷蔵庫でまあ1夜ぐらいは寝せたり、ほっと3時間ぐらいでいいんですけどね。なるほど。昔から作られてきたお料理で、そうです、もう何十年も、まあ昔はどこのうちでもね、畑とかそういうのがいっぱいあったとこだから、昔はもうどこのうちでも小豆は取ってだった、小麦も何でもやってだったからね。ありがとうございます。では今日はこれから早速作っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
本日は大変ありがとうございました。ここからは本日お手伝いしていただきました大向井義恵さん、沢口優子さんも一緒に試食していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速いただきましょう。いただきます。いただきます。美味しいですね。この発酵のもちもちした食感もいいですね。美味しい。まずき汁の甘さもちょうどよくて、で今日は本当にとても手間をかけて作られていることが分かって大変勉強になりました。ありがとうございます。この小豆を煮る際のコツなどちょっと教えていただいてもいいですか。小豆は一応前の日からも水に浸しておく、もう小豆をそこの作るところから大変なんですよね。2日分かりでも、だから発酵ね、昔はこれもずっと長いのだったのね。でも長いのだともうすごいありがたからね、食べに不便だったから短く私から事故でなるほど、ちょうど食べやすいあの、長さになる。そうですね、これぐらいの食べやすい長さになって、本当にこうあんまり長すぎるとね、一回じゃちょっと一口じゃ食べられないですもんね。そう、甘くてもあまり美味しくないし甘さも本当にちょうど塩加減も入ってて、とてもちょうどいいですね。もう小麦は昔それぞれのご自宅でも栽培されてたということで、そうそうそう、昔はね、もう秋になれば秋じまいって、もうどこのうちでも小豆は作ってだったからね。粉を引くときは水車を使ったと。そうです、水車もね、横の間だけでも2箇所にあったったのね。そこに行って泊まりがけで、もう昔は畑もいっぱいあって大変だったから、この順番に行ってね、水車も粉を敷いたり、本当に吉江さんも子供の頃に水車のとこに、あの水車が暗くて電気もね、電気もなかったからね、なんか怖い思い出があります。あ、そうなんですよ、確かに暗くて夜、日中はあの外畑をやるから、大人の人たちが夜ね、水車に行くからね、昔はね、夜半分以上仕事をしたのね。沢口優子さんもそういったところやったりとか、昔は粉だけでなくですね、雑穀、あの火とか、そういうのもあの水車でこう つぐっていうんですけども、あの 薄でついだったんですね。なるほど、なるほど。そうやってみんなで作業して、あのたくさん人が集まった時に作って食べたりとかしてたんですね。もう昔はね、冷えご飯食べたんだよね、だからこれがすごいごちそうだったわけ。なんだかあのお楽しみでね。そうですね、楽しみ。なんかお昼ご飯の代わりに食べたりとかも、こんなのがね、お昼で出ればすごく楽しくてね、喜んでね。いろいろ教えていただいてありがとうございます。本当に、あずき抜刀が地域の中で愛されてきたお料理だということがとても分かりました。これからも地域に残していきたいお料理の一つですね。はい、そうですね、田中さん、大向井さん、沢口さん、本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。